にちは、渡辺圭と申します。トランスを作ってます。イレブンというメインでやってます。結構2000年ぐらいからずっとそのなんだろう、トランスシーン、そう、大きなパーティーに遊びに行ってて、まあ真剣に興奮したんだよね。すごいな、すごい音楽だなと思った。で、なんだろう、やっぱ自分で作ってみたいなと思いになって、まあ、ずっと音楽はやってきたから、まあトライしてみて、で気がついたら、ゴアで、ゴアトランスのゴアだよね、ゴアでライブやって、その後いろんなつながりがあって、南米でもライブをやって、でまあ日本でももちろんやってるんだけれども、そうね、ずっとトランスにハマってる。ジャズの要素を取り入れようと思ったんだよね。そう、なんかこうフレーズをちょっと壊す、こうタラララララってなってくるメロディーが繰り返し繰り返しなるのをタラララン ララタラララララララってどんどん崩していって、セッションの要素っていうのを取り込んでたんですよね。そう、それにこうエフェクトをかけてどん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 壊していく、出来上がったフレーズを壊しながらまた新しい音楽を作るというものにトライしていく。何しろそのこういうなんかこう琴を使って日本人らしさを表現するっていうのは千正男ですって言ってこのモノマネしてるような感じで、こう芸がないような気がしたんだよね。だからそのメロディー感で何かそれ表現できないかっていうのがその大きなそのコンセプトね、僕のサウンド。ゴア、ペルー、フランス、イギリス、そういうところのパーティーを行ってきて、どう楽しむかみたいなことをもっとトライできるはずなんだよね。そんなこう小さなところが固まってないで、見てオープンマインド、なんかこう誰とでもその音楽を通してこう仲良くなれて、ハッピーな気持ちを共有できる、そういう場所なんだよね。で、やっぱヨーロッパのパーティー、そのゴアなんかヨーロッパの人間ばっかなんだけども、すっごいウェルカム、一緒遊ぼうよって、もうなんかそこで一緒に、それこそ何、まあ、そこにいたらもう本当家族のように温かい気持ちになれるし、そういうのが気持ちよかったはずなんだよね。そもそもそのダンスに、ダンスっていうかそのパーティーシーンだよね。その時その場所にいるメンバーでしか共有できない素晴らしい体験だったりすると思うんだよね、パーティーっていうのは。なんかそういうそういうところも真剣に遊んでもらえたらいいかなって。究極、トランスはね、究極なんだよね。当時ね、その一番最初に聞いた時、何これ、この手の音楽を聴いて踊り続けるとトランスするんだよね、ドーンって。だからハマった。次アルバムを作るとしたらリミックスアルバムを作りたいなと思ってる。その今までこう世界中歴史ってのあるじゃないですか、音楽の。そのレッド・ゼッペリンがいたり、そのピンク・フロイドがいたり、
で、そういうものに人々はいつの時代も熱狂してきたんだよね、これだって、そういったものにのリスペクトの気持ちも込めて、そういう音楽をこう取り入れながら、今トランスっていうとこう一般の人を聞きづらかったりとか、そのなんかジャカジャカうるさいだけにしか思われてないと思うんだけども、そこは素晴らしいと思ってる。何ですよ、こう踊れる、楽しい、それをなんかよりこうもっと今いわゆるなんていうのかな、メジャーとアンダーグラウンドみたいに分かれてるけども、俺はこの垣根を壊すような、それこそ中学生が聴いてもわーってなれるくらい、それくらい分かりやすさがあったり、そのポピュラリティでね、そういうものを求めていきたいと思って、そのだからそのエレクトロがどうのとか、そういう細かいことではなくて、よりこう多くの人たちにこう理解されるようなアプローチ、そういうことをやってきたらいいかなと思ってます。若い人たちにはかっこいい大人になってくれって言ったら、結構ね今日本トランスシーンってこうすごい分かれてきちゃってるんだよね。なんかこう元々、まあ、ヒッピーの流れっていうかね、そのヒッピー的にこう、まあ、自然を愛してたりとか、そういう人たちのグループっていうのと、ちょっとやんちゃな人たちと分かれてる。でもそれもう一回一緒に遊ぼうよって俺は思うんだよね。なんか、まあ、その気が合わないから別れるんだろうけども、でも同じもの好きなんでしょって。日本のアーティストでセッションした人、シンフォニクス、彼は天才だった。すんごい大好きで彼のことが。パーティーが好きだから、みんな集まってる中でね、その、なんていうのかな。なんかこう見た目、その、まあ、例えば色は黒いとか髪が茶色いとか、まあ、ドレッドヘアだったりとか、そういうことでこうなんかみんなチビチビに なるようにね、こうトランスミュージック、まあ、そのフロアでね、なんかみんなで一体感のあるパーティーの方がきっと楽しいと思うんだよね。なんかそういうビッグパーティーじゃなくても、そういういいバイブスパーティーっていうのはね、小さくても作っていけるような、で、なんかとにかく、もっと遊ぼうよ。